今日1個みんなでお弁当作れたらいいなと思います。神山で収穫できる野菜使ってなるべく。コンセプト的なのは作らんの？カリフラワーカリフラワーそうそう、嫌いやけん言えんかった。私もカリフラワー嫌い。ブロッコリー食べれるけどカリフラワーは。カリフラワーでもあんまりボロボロしてる。置いてあることない、うん、ブロッコリーのようにけどさつまいも、うん、さつまいもどう出る？それはやばい。さつまいもでコロッケ。いいじゃんいいじゃん。さつまいものコロッケ食べてみた。うん、塩にご飯おにぎりでもいいよなっていう。うん、いいよね。神山町の産食率っていう話をしていて、メニュー決めるときからなるべく一つの箱の中に神山産のものをたくさん入れよう。できれば自分たちの学校がせっかく農産物生産しとるので取れるものを使ってやろうっていうのがもともとにあったので、前回考えてくれたお弁当を料理長も一緒にフードハブのメンバーでじっくり見させてもらいました。で作ってみました。1個目、魚が1匹入っとったのをそのまんま料理長の細井さんが作ってくれました。嬉しい。食べたいよな。食べたかったな。もう1個作りました。誰のか分かる？はい、はい、実際の絵とほぼ同じです。海苔もちゃんと切りました。トマトの位置までそっくりです。え、まさかこれってな、ほんまに作るの？作る。そりゃそう。全部、うん、もう作ります。すごい、これすごい。では持ち帰って細井さんにこれを見せてどうですかってちょっと聞いてみます。おはようございます。おはようございます。今日は神農祭で販売するお弁当の試作作りをします。今日の使う材料を全部ここにまとめてます。もしないものがあったら言ってください。なんで？怖い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 。あ、これご飯に入れるよ。もっと試作の時ブロッコリーを使ってたんですけど、北海道産のやつで、それで原価率が上がったんですよ。なので材料ってすごい大事なんだなと思って改めて、はい、思いました。神山町の中岳で採れたものがこのお弁当箱の中に 26% しかなくって、意外と少ないということを話していて、でもうちょっと神山さんのものをあげようっていう、そういうのが生徒たちから聞こえてきたので、それはやっぱり意識しとんやなと思ったので、きっとこれからの生活の中でもちらっと思ってくれるんかなっていう気はしてます。コロッケをメインということにしたかったので、コロッケのホクホク感とさつまいものコロッケのコロっていうのを取って、みんなでホクコロ弁当にしようということでなりました。お弁当いかがですか？500円です。お釣りはい、ありがとうございます。袋いりますか？はい、袋いりますか？最初はお弁当やできるんかなっていう不安が強かったんですけど、最初から順々にやっていってたら楽しさも分かってきたし、友達と一緒にやるっていう作業が楽しかったし、やってみた後はこう現物ができたこの達成感がすごくて、またやってみたいなっていう。いろんな大人がいる環境でそういう機会をなんかこう設けることで、何かしらその高校生たちが感じ取って、自分の生活とか自分自身のこれからになんかちょっとこうヒントになったり、なんかやりたいことが見つかったりとか、そういうきっかけになると、なんか私も嬉しいなって思います。